風化しちゃってますみたいな拠点からかまど取りたいっすね。え、列車走ってる。え、電気炉あるじゃん。これもらいたい。どうやって上がればいいんだこれ。こうか。え、工業化のアイテムある。待てよ、木材が足らないな。え、全部めっちゃ欲しいんだけど。岩クラフトしました。なんかミニコプター飛んでんな。しかも結構高度高いし。ハンマークラフト。あ、はしごかかってた。全部もらおう。え？銃声。すげえな、配線の色とかめっちゃ分けてんじゃん。あ、持てない。電気炉。え、電気炉5つも？持てない。工業化やれってことだな。一応拠点にソーラーパネル3枚あるんで、電気システム導入しようと思ったらできるんですよね。まあでもな、一つ問題なのは、ソーラーパネル、拠点の周りの木が邪魔して、うまく発電できるかどうかっすね。無事帰宅。一応今、かまど回してます。このまま直接行きたいんだけど、こっち側の拠点に緑のキーカードがないんで、一回仮居に戻って、キーカードを取りに行き、空港のモニュメントパズルしに行こうと思います。え？なになになに？音楽が流れてる。やばいな、著作権テロリスト来た。違う意味でだるいからな。とりあえず仮居に戻ってきました。では空港に向かって走りたいと思います。なんかタイマー咲いてるやついたな。めっちゃ上上がってってる。雪原だと寒いんじゃねえか。原人でしょ。やべえ、音楽流してるやつじゃんか。真っ暗すぎて崖が見えず途中落下ダメ食らっちゃった。なんも見えん。湧いてます。蒸気うまい。ここも湧いてるわ。融通入れて、アクティブ。ここは湧いてない。久しぶりに空港のモニュメントパズルします。蒸気マジで美味しい。問題は、これ上上がるときっすね。やば、朝になりそうだ。湧いてる。漁夫来ても嫌だから、全焼基地に向かって帰ろうかな。ほぼほぼ箱湧いてました。この辺結構接敵しそうだけどね。さあ、全焼基地が見えてきました。ああ、常勤以外はそうでもない。で、トンプの耐久がやばいっすね。
うわ、車が2台止まってる。うわ、この人たちだ。え ?M249? 分解していきましょう。分解終了。常勤はマジで美味しいな。うわ、目の前のやつ殺して。まあけど、あいつ倒してもあんまり美味しくなさそうなんで、帰ろう。無事帰宅。バッテリー台をクラフト。かまど止めまして。バッテリー台を設置しましょうか。電気を貯めるために屋上にソーラーパネルを設置したいと思います。ちょっと影になってますね。よし。ということで、ちょっとずつではあるんですけど、バッテリー台に電力が溜まっていってます。なんか、拍手の音聞こえた気がする。ダメだ、木が生い茂ってて見えない。やっぱ落としてたよな。あ、車が走ってたんだ。さすがに徒歩じゃ追いつけねえかな。なんか窓ガラス割れてそうだったけど、このままずーっと行っちゃって砂漠の方帰ったか。まあでもこの小道めちゃめちゃ箱入ってます。道ずっと走ってきたんだけど軍事施設に着きましたね。 AI いますね。で馬が止まってる。まあでも銃声はしないんで人はいないっぽい。え、バックパック落ちてるけど。このバックパックは何？え？バックパック消えたんだけど。え、なんか俺軍事施設回っちゃってるし。え？びっくりした。熊がなんか食ってる。で、軍事施設普通に美味しいし。上機嫌うま。馬に乗って帰ろう。久しぶりに軍事施設回りましたね。ダメだ、この馬遅すぎる。遅いながらに全焼基地着きました。結局車1台止まったままだ。分解していきます。分解終了。この遅い馬に乗って帰ろう。え？てかそこの拠点めちゃくちゃ広範囲に外壁巻いてるじゃん。無事帰宅。外でめっちゃ AI の足音するんだけど、まだこの拠点、2階部ハニカムつけれてないところがあるんで、それを建築していこう。これ、たげられるかな？いて！やっぱりたげられたし、うわ、スプレー忘れてきた。ふざけんな。AI 邪魔すぎだろ。
やばいやばい、来た。次タゲられたら死ぬけど。よし、帰れた。え、帰れてない。OK。なんであの拠点のタレットめちゃくちゃ鳴ってたんだろうな。一部風化でもしてたのかな。それで侵入できるぞ、みたい。え、めちゃくちゃ広い範囲で外壁巻いてるわ。多分自分の本拠点これ以上強化しようと思うと抜かれるかもしんないっすね。今は安静にしといた方がいい。え、すごいな。めちゃめちゃ集落になってるじゃん。なんかまた本拠を抜かれる気がしてきたぞ。うわ、列車乗ろうとしてるやついる。うわ、動き出した。止めれねえか、さすがに。間に合わない。でもなんかめちゃくちゃとろくない？全然最高速じゃない。え、止まった。何がしたいんだ？止まった。これ死体ってどうなの？これか。何やってたんだ、マジで。馬が来た。分解していきましょう。分解終了。割と資材集まりました。おお、引かれたんだけど、今。無事帰宅。エアドロ2機来てる。あの、交わる点でサプライ投げてんな。違う。落としてないぞ。天然痘サプライか。あれ落としましたね。取りに行ってみよう。あっち、砂漠の方なんで、もしかしたらフリーで取れるかも。ああ、でも今更だけど、あのエアドロがサプライの可能性もあるのか。ん？サプライじゃなさそうだけど。それが落ちてったら、軍事施設の隣あたりに落ちるな。見晴らし割といいからな。この辺で隠れておこうと思います。隠れられてないけどな。やばいやばいやばい。目の前落ちてきた。ドンピシャなんだけど。人の気配はないっすね。マジでフリーで取れたんだけど。無事帰宅。さあ、だいぶ暗くなってきましたね。おお、行くしょ。わら箱開いてる。だいぶ暗い。なんか光ってんの。うわ、ミニコプター飛んでった。あのセミライやれるんじゃない？暗闇の中で見えるの？あれ、拠点の上から撃ってんのかな？誰かいる？ああ、拠点の中だ。ミニコップ降りようとしてない？バックパック。結構低空飛行してる。まあ別に失ってもいいもんばっかだ。サムサイト。来たぞ。あ、生きてんな。うわ、最悪だ。
うわー、で、このタイミングでよく開けてきますね。最悪だ。最悪だ。エンジン来やがった。買収されてんの。いやー、ミニコプ墜落したとこやれたらよかったんだけどな。なんだかんだで夜の遠征はスクラップを集めに行ったって感じになってます。あと布。え？なんか死んでる。え？ここでも死んでるんやけど。何が起きてんだ？無事帰宅。ここに並んでた死体が気になる。ん？なんか列車止まったか。あーでもなんか、この拠点、崩れかかってはいるのかな？え？てか、切れ回るんだけど。これ撃たれてたのか、タレットに。あー、タレットっぽいのあるな。あ、撃たれてる撃たれてる撃たれてる。どこに乗ってた？待て。え？止まった？いや、走り出した。ん？左側行ったぞ。トレインヤードに15分くれとありますね。それ取りに行ったんだ。多分そのうち銃声鳴り響きます。ん？最悪。え？ 15 分くらいと関係なしにそれやってるじゃん。15分くらいと発見開始されてる。うわ！わかんなかった。え、馬で駆け抜けてった。ポンプ持ってる状態であいつと会いたかった。で、この拠点は風化してんのかしてないのかどっちだ？列車でここを通ろうとするとタレットが反応するんだ。うわぁ、でもこの拠点から自分の拠点丸見えっすね。色的に隠れてるっちゃ隠れてるんだけど、ま、土台の方とか見えるもんな。で、一応外壁の切れ間があって侵入できると。ピラミッドみたいなのあるけど。どうなってんだこれ。ああ、タレットありますね。あれ？でもなんか抜かれてない？右側にもタレットがあって。左のタレット上がってます。あ、ここも上がってる。何にも入ってない。ここも何にも入ってない。おお、撃たれた。ということで、まあ、隣の外壁巻いた拠点、やばいかなと思ってたんですけど、うん、なんか抜かれたっぽいっすね。ってことは自分の拠点、結構がっつり強化していいことになるんで、次回あたりは気にせず、ガツガツ強化していこうかな。で、ちょっとずつではあるんだけど、電気も溜まってきてるんで、まあ、もうちょっと放置して、電力マックスまで貯めようかなと思います。